桜井は西村の積んだ山が18トンあるのを見逃していなかった。山の3カ所に仕掛けた12枚爆弾が西村の仕込みであると察すると、第3ブロックを山から1トンしか取らずに地山の端の2トンとすり替えたのである。こうして狂った山取りによって桜井は西村の仕掛けていたチュンサイも奪っていった。Come!